様です。おはようございます、おはようございます、おはようございます。あ、目覚ましじゃんけんやってますね。M1 の優勝のあのマジカルラブリーですね。見ました、皆さん見ました。おもろいっすよね、マジで。おい、目覚ましじゃんけん、じゃんけんぽい、シュー、勝ちました。ヤジさんどうですか、負けたんすか、やってないですか。やってくださいよ、僕勝ちましたよ2回戦は30分後仕事っすね頑張りましょう。はい、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、お願いします。いやー、もう疲れたな、本当に。もう一徹するだけで疲れちまうわ、本当に。もうおっさんは、お前らな、若いからいいけどな。あれ、10時から英弁だろ。うん、勉強会お前ら準備しとけよ、ちゃんと。はい、俺も行くから。はい、じゃあな。お疲れ様。おい、お疲れ様。あれ、新入の田中君だっけ。お疲れ、どう、お仕事は。うん、え、何、日付のミスした。ああ、最初はそうなのよ。誰でも、俺もミスしちゃったけど、もうだんだんとね、慣れてきたらミスしなくなるから。うん、慣れが大事だよ。うん、他にも払い戻しの手数料ミスっちゃった。ああ、最初はそうなのよ。手数料とかね、いっぱいあるから分かんないけど、もう慣れてきたら本当にこれはこれみたいな感じで分かってくるから。うん、あと何、うん、ああ、泊まり勤務ね。そうだよね、朝とかめちゃくちゃ眠いよね。最初はそうだけど、もう慣れてきたら俺泊まり明けにそのままキャンプ行ったりオールしちゃったりもするからね、全然大丈夫。うん、あ、クレームめちゃくちゃメンタルに来るよね。うん、だけどそれは最初はそうなのよ。逆に来なかったらおかしい、来た方がいいよ全然。うん、最初来ない方がおかしいから。うん、全然来るけど最初はそうだけど、今はもう右から左へ受け流すって感じでね。クレームも全然慣れてきたら大丈夫だから、最初だけそう。うん、あと何、うんうん、あー、売り上げね、最後の売り上げの計算するときね、こことここと合ってなかったらダメってやつねそれは今もそう、俺は今もそれできない、今もそう、お前は今もずっとできないずっと言われてるから、君は絶対にできるようになるけど、俺は今もそうだから安心して、うん、一緒に頑張っていこうぜ。うん、お疲れ様。